足別市街と北海道間のが足別市は、北海道中部に位置し、空地総合振興局に属するし、空地川流域に位置するし、広大な地域を要し、かつて石炭産業で栄え最盛期には、人口7万を超えたが、閉山に伴い激減。地域経済の立て直しに取り組み、観光産業に力を入れている。地域南端から中部にかけて南北に貫流する。 足別川に由来する。語源については、アイヌ語の足ペで足別川が、干木の中を流れていることに由来するという説と、足別川上流の三段滝に由来するという説の二つがある。2001年に北海道が出版したアイヌ語地名リストでも、立つ川と、低木の中を流れる川と二つの説が併記されている。足別市中心部周辺の空中写真。 2009年10月1日撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北海道空地総合振興局管内のほぼ中央東端部に位置する。夕張山地の北部の大部分を抱え、全国でも有数の面積を誇る。地域の約9割は山岳森林地帯である。 足別だけ、中部には、空地川、さらに北部から流れるパンケホロナエ川、南部から流れる足別川の、各流域に、市街地が形成されている。山地河川故障足別市は、内陸部に位置するため、気温の年格差が非常に大きい。特に8月の日最高気温の平年値は、摂氏27.1度と北海道で一番高くなっている。 消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。市長霧岸山問題市議会海外農業工業、物流新聞社電力足別駅間ゲートが、撤去される、以前の足別駅足別バスターミナル新城峠、廃線未成線主なタクシー会社国道,道道道の駅カナディアンワールド公園内に立つ。 安の家、滝里子登録有形文化財同指定士の指定文化財。ありがとうございます。